そうです、まあ、前の試合に比べてこう体の動きも良くなってきましたし、まあ、コンビネーションという部分もだいぶ良くなってきたんじゃないかなと思います。まあ、雄大があのキックフェイントしたんですけど、まあ、そこでキーパーの動きが見えたんで、まあ、あの逆に速い球というのは、まあ、キーパーからは見えてなかったし、しっかり入ってよかったと思います。自分の強みだと思っているので、まあ、そこに関しては、まあ、リュウジが横でちょっと横にずらして打ってもいいんじゃないかって言ったんですけど、ちょっとここは蹴らしてくれっていう風に、まあ、自分のアピールポイントだったんで、まあ、そこはあの譲らずに蹴りましたけど、いやイメージ通りではないんですけど、まあ、もうちょっとこう上のボールっていうイメージだったんですけど、まあ、浮かなくて、まあ、タムがうまく受けたと思うので、まあ、その部分でキーパーからちょうど見えなかったので良かったと思いますけど、コースも、まあ、このチームのコンセプトでもありますし、まあ、僕と、まあ、前半だったらパンチ君だったり、あのタケルがしっかりここからスイッチ入れないといけないので、まあ、後半の途中からやっぱりなかなかいけなくなった部分があったんで、まあ、そういうところをもうちょっとあの試合を通じて体作りしていかないといけないかなと思います。チームとしての一番重要だったのは、あのやり続けなければいけないかなと思います。まあ、体の仕上がり的にはもう60点、70点ぐらいですけど、まあ、まだまだプレーの精度とか、動き続けるところに関してはまだまだだと思います。まあ、コンビネーションのところもそうですし、まあ、やっぱり前からこう守備に行くことに関してのやっぱり、もっと動ける体を作らないといけないし、あとは、まあ、チームの最後のところの精度だったりというのは上げていかないといけないかなと思います。